46分です。ABC 交通情報、エクスコのデスさんの提供でお送りします。情報センター丸山さんお願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東海北陸道の富山方面に向かう下り線は、高須インターと松川インターの間が故障したのため通行止めになっています。また雪のため、この東海北陸道は南インターから北側で、北陸道は滋賀県木本インターから新潟県にかけて、中央道は長野県外原インターから関東にかけて、タイヤ製または冬用タイヤなどの滑り止めが必要です。当初19年だったので、目標的には20年だったので、はい、では箱田一さん、コーナーについては山丸ククルです。あら、お家が見違えちゃったわ。 MC ワオ商店ではリフレッシュ事業部を明日までこんな降ったらもうやばいよな。 MC ワオ商店のリフレッシュ事業部は仕事休みだ。